K1 2022年最後の舞台です。女子フライ級は52キロリミット、こちらからの有志です。30歳、23戦目、19勝7つの KO 勝ち。対外国人ファイターは16戦目、見上げるようになります。11センチの身長差があります。オロール・ドス・サントス、フランスからやってまいりました。31歳、171センチ、オーソドックススタイル。これが45戦目。ラウンド1、さあ第1ラウンドです。リング中央を積極的に取ろうとして前後の動き見せるのがカナ。髪の毛を鮮やかなピンク色に染め上げています。かなり身長差ありますね、この2人は。マサトさん、これはやっぱり一つの焦点ですが、カナは、まあ、アメリカでの合宿もこれキャンプも張ってまいりました。この相手にどんな戦い見せるかですよね。まあ、やっぱり重要なのは距離ですよね。どういう距離感で戦えるか、自分の距離感で、はい、こうね、やっぱりこう近い距離でカナは戦わないと、はい、ボディ行きました。カバーズ入っていく、まあ、となると左ロングリーチ、オロールが伸ばしてきます。強引に入っていくとね、はい、あのオロールの右の、ね、パンチとか打ち下ろしでもらうと効いちゃいますからね、カウンターで。そこは気をつけた方がいいですね、はい、うん、あ、これ、うん、このパンチね、はい、今一つ、さらに右左でワンツースウェーバックして、カナもパンチのレンジ、まあ、多少のこのガードであったり距離の差は壊していこうとします。カナボディ打ち、カナいいジャブ打ちますね。あ、これでいいですか。いいと思いますね、はい、あ、カナの動きにオロール反応してますね。カーフキックで、これでちょっとずつ距離をこれ潰していくようです。カナ右ミドルキック、さあゆうちゃみさん、カナが今年最後の戦い何を見せてくれるかですよね。そうですね、カナ選手、私も見てきた中で負けてるところを見たことないので、はい、勝つことしかあんまり想像つかないです。そうですか、はい、今までああいうジャブなかったような感じしますね、はい、まあ、テーマはボクシングとムエタイの融合というふうに抱えていますが、マサトさんからカウンターを教わったりもありましたね、カナ。そうですね、はい、まあ、そのジャブっていう一つの武器、磨きをかけてというふうに見えます。ローキック、詰めて左ボディ、巡るようにする左ミドルキック、膝を突き上げてきます。オロール、オロールも外から耳の横へのパンチ、まあ、その場にいてはならないと動いています。まあ、でもマサトさん、かなり圧力あってボディ打ちいいですね。いいですね、インロー、また距離を一気に縮めてくる。もう出られるぞというふうに見られたら、またこれ旗色はいいですよね。そうですね、はい、ここそうです。一つ近くなる、今接近、ローキック、近いところ、相手の破壊力も殺しているか。ナイス、右入った、ストレート、下から。今でも下向いた時にちょうどオロールの膝がね、ちょっと顔に当たりそうで、ああいうの危ないですね。怖いですね。オーバーハンドの右からストレート、左ボーナス、オロールスタンディングダウン、効いた、完全にマサトさん打ち抜きましたね。左打ちでしたね、顎に。あ、今その後、まあ、これ気を確かにしてセコンドに、ダメだダメだダメだ、続けられない。1ラウンド KO 勝利。2022年最後の戦いはオロール・ドス・サントスを1ラウンド KO。 カナ、マサトさん、横綱相撲といっていいんですか。そうですね、まあ初めてもらったような衝撃だったんじゃないですかね、オロールは。ちょっと本当に、もう最後あれは戦闘部のちょっと意識が、戦おうという気にはちょっと心が折れましたね。戦意を失ったようなオロールドスサントス、1ラウンド残り5秒の結末でした。2分55秒 KO です。さあ、マサトさん、改めてリプレイご覧いただきます、はい、ね、いい左フックでしたね。その後のね、爪もね、あ、もう完全に心が、なんかもうびっくりしたよね、なんか こんな衝撃初めてもらったっていうような、はい、そんな顔でしたね。えっていう風な、まあ、今ヨーロッパで勢いがあるそのプロモーションですよね、エンフュージョンで体感力があるオロールなんですが、まあ、その他にも全部で4つタイトルを得ているんですが、ものともしません。ゆうちゃみさんともタッチを交わしています。久しぶりに、ね、カナがこうすっきりした、ね、勝ち方したような感じしますね、はい、いや、全く、しかしこのリング上、まあ、その前回の戦いというのもマンフレディ戦がありましたが、
何か本当にカナらしい爆発力というところですよね。身長差っていうのもあまり関係はありませんでしたか。なかったですね。やっぱあと背が高い相手に対してあの長いジャブが打ったのが良かったですね。いいジャブでしたね。まあ、あれ一つ今後も磨いていけばっていうことになってくるわけですね。171センチ、オロール・ドス・サントスを打ち砕きました。まあ、途中怪我もありました。でもアメリカ合宿を経てここにやってきて、対外国人がもう16戦目というレコードになっています。カナ、またまずカナのこう表情が明るいっていうのがいいですね。今も笑顔です。まああのね、判定で勝った時はね、何試合かずっと嬉しくなさそうな顔し、勝ったのに負けたような顔してましたもんね。ちょっとどんよりしてましたがね、さあマイクです。こんにちは、カナです。今日会場で、応援してくれた皆さん、そしてアンベマ TV で応援してくれる皆さん、応援ありがとうございました。ドスサントス選手、 Thank you for coming to Japan、 ありがとうございます。K1 のチャンピオンが世界で一番強い、それを証明し続けたいと思います。自分の今一番近く、一番の目標は1にいるアニスタ選手と戦うことなんで、世界一を目指してこの K1 チャンピオン一番強いということを、この K1 の団体が一番世界で最強ということを、女子を先頭に引っ張っていきたいと思います。毎日支えてくれているスポンサーの皆さん、そして応援してくれるファンの皆さん、毎日指導してくれる大食いさんはじめジムの皆さん、本当にありがとうございます。この後まだもうどんどん盛り上がると思うんで、最後まで楽しんでいってください。 K1 最高。その言葉が飛び出しました、カナの口から。それからアニッサ・メクセン選手の名前も飛び出しています。まあ、かねてから挙げておりますけれどもね。さあ、ゆうちゃみさん、はい、どうでしたか、リング上で。いやー、もうカナ選手めちゃくちゃかっこよかったです、めっちゃ伝えてきました。最高の KO です。はい、最高の KO でした。ありがとうございます。スタッフの指示に従っていただいて、ご了承となりますのでご了承ください。